何か途中で切れてしまいましたね。ミディウムヘッド中で切れた。今日はどんどん切れますね。ああ、それで、15番線っていう地下鉄がここに掘られてるんだけど、すごい、こういう感じになるの。私の家の横なんだけど、こういう感じになるの。近代的に。で、どこにでもわーって行かれるような、15分ぐらいで主要なところに行かれるぐらい。こういう感じになるんですけど、ここがね。今、汚いけど、ここすごい汚いけど、綺麗になるんですよ。で、これ辺にあるアパートみたいな、これ、全部取り壊されるから、立ち抜きっていうか、みんな立ち抜きさせられるのね。それで、多分動物とかまた捨てていく人が続出すると思うけど、私もう関わってないからさ、やらないけどさ、しょうがないじゃない？私もう猫に関わらないからさ、あ、これなんかすごい、何階建ての、結構駅があるじゃない？ 1 階でしょ？で、地下1階、地下2階、地下3階、地下4階、地下5階ぐらいまで、こう、掘られてるわけ。で、結構、移民がね、穴を掘るのに移民がさ、関わってるっていうか、それで結構、移民の多い町なんですけど、今ここは。だから、まあ、そういうさ、難しい、労働条件の中でやっている人たちには感謝したいと思うし、最近こういうさ、お店多いね。なんか、マッサージのお店多いね。そう。行ったことないからわからない。そういうとこ行かないからさ、そこにお金は使わないですね、私の場合。自然体で。っていうか、私自分でさ、足のマッサージとか自分でするからな。そう。ヨガとかやると、最初のさ、運動がさ、足の裏のマッサージから始まるじゃないですか。何の音？なんか車が途中でエンスト起こしてる。後ろの車がなんか、怒ってるみたいな。そう、だから自分でやるからな。髪の毛も自分で切ってるし。だって美容院って高くないですか？というわけで晴れてますね。だから今まで気に病んでたことが全てなくなったのは、私がさ、これだけさ、叫んでいて、ブッダの絵を描きながら、仏様の前で、ブッダの塗り絵を描きながら、すごく告白っていうか、私の今の苦悩を話して、その次の日に、最後のアソシエーションの猫ちゃんが亡くなって、それで、この一連の流れっていうか、多分ね、イエス・キリストと同じだと思う。お釈迦様もイエス・キリストと同じだと思うんだけど、重荷は下ろしなさいみたいな。そして、下ろさせてくれたような気がします、それは。はい。それは、偶然ではなくて、私が心から苦しんでいることを打ち明けたから、何とかしてくれたんだと思います。さもなければ、もし、元気で猫ちゃんたちが、道にいてくれたら、まあそれはそれでとても嬉しいんですけれども、それがある限り私がひどい目に遭わされるので、だんだんね、それがね、エスカレートしてたんですね。人々っていうか、まあさ、応援してくれる人がこうさ、ファンがいるわけじゃない？頑張れっていう。あとは、物見高い、興味津々で見に来てる人たち、別に何も考えないで、それはちょっと、やっぱり邪魔っ気っていうか、ね、猫がさ、逃げちゃうから、そういう人たちが来るとね、むしろ半分の子を見てる人とか、あとはアンチね、猫アンチの人たちが脅してくるっていうか、これ続けてるならこっちにも考えがありますよみたいにさ、脅してくるからさ。で、その人たちはどこに住んでって全部さ、住所はチェックしてるんだけど、名前とか住所。今私はアソシエーションに言うとすぐこうアクションを起こすので、すごく立ち上がって
まあ市役所のさアソシエーションだからさ、ただで弁護士が取れるからさ、いつも勝ってきたっていうのをね、だからね戦うと思うの、もし私が言ったら。だから今のところ、うん、なんか波風立てないように、私がこれ言ったら絶対やるとか言ってさ、で訴訟とか起こしたらもう 何年も戦うわけじゃない、何年も続くわけじゃない。私もこんなことをさ全て忘れたいっていうか、もう全く関係なく生きていきたいので、だからいいです。もうただ道でさ、そういう嫌がらせをしてきた人に偶然会ったとしたら、応援をしてくれた人たちに道に会った時には挨拶ぐらいはするけど、まあ、あんまり深く話さないみたいな。もうさ聞かれたくないからね、なんで辞めたんですかとかさ、なんで来ないんですかとか言われたくないから、それでまあ、あとアンチの人とかさ、お飲み高い何かちょっとね変な人とかさ道だったら仕方ですね。もうこれもう関係ないからね、その道は通らないし、もう二度とあの道は私は通らないですね。まあ大阪で言ったらさ、アイリン地区みたいなところだから、という感じでちょっとこれからお買い物しようと思います。また後で、チャオ。